お疲れ様です FX オリガルヒの皆様そして即果軸の限定動画をご覧の皆様10月6日朝6時14分の相場解説になりますデイリーからやっていきましょうでね毎日こうやって相場解説をどん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 やってるわけなんですけども飽きないんですかって言われることもあるんですようん飽きるほどまだ私もやってませんからねそして飽きるほどやったら多分慣れていくでしょうねやることにだから結局やらない選択ってのを私はね頭の中から排除してますね で、やらなくなる時って、多分もう私が稼ぐことをやめた時じゃないかなと思います。FX をやってる限り、お金にはなるし、お金にならない時は勉強になるし、どっちにしても得なんですよ。で、今回もちょっと苦しみながらですけども、様々なフォーメーションを組み替えながら、組み替えながらここまでやってきました。主にはレンジなんですけども、最初はこういうふうな大きめのレンジだったでしょ。でも、ここに来てすごく絞りやすく、ここのレンジになったわけですよ。同じ横ばいなんですけども、その中身が変わってきましたよね。 横ばいなんだけども、すごく絞りやすくなってきた。だから利益は、やっぱ取れていくわけなんですよ。うん。だからこういう風うにして、分からなければ分かるまでやるだけ。この角度でダメなら別の角度で見るだけ。っていうことになります。特に FX ってのは、トレンドなのか、それともレンジなのか、ぐらいしかありませんから、今レンジでしょどう考えても。横ばいでしょトレンドになってないですよね。トレンドっていうのはこういうところのことですよ。こういうところのこと。ね。トレンドになってないでしょセカンダリートレンドはここです。 だからレンジであるってことが認識できたらもうあとはエントリーのタイミングだけなんですよそしてエントリーのタイミングをたくさん増やそうと思ったら相場回数をたくさんやってる私は一番有利なんですよねだってね3時間ごとに相場見に行ったらやっぱ1時間軸だって3本動いてるわけじゃないですかそうなると大体いい仮説は当たりやすくなるわけですよね、まあ、そのために仮説をするっていうこともあるしテクニカルを使うってこともありますけどね、はい、デイリーはこのように 横ばいの中でもね、すごく見やすいところに集まっているよっていうのが分かったと思います。じゃあ次4時間を見ていきます。4時間だともうね、完全にレンジオプションが引けてます。赤い線を2つありますんで見せてください。えー、144-831と143-933に修正されてますけども、分かりますよね下から入ってきたものがここで跳ね返ってこうなる。ここで跳ね返ってこうなる。ちょっとはみ出したんだけども、結局レンジの幅の中に戻ってきて、ここで跳ね返ってこうなる。だからここはちょっとね、 例外なところでロスカットを受けけ入れないといけないいいとってことですここもロスカットを受け入れてますでもトータルで見るとこうやって大抵のところで利益を取ってるわけでしょ、うん、はみ出したところって2か所じゃないですかでもその他っていうのはレンジオプションにしっかりと収まっているわけなんで大半が勝てるこれがだから6対4で6を買って4を失うってことなんですけども6対4どころじゃないでしょこれ悪くても7対3になってるじゃないですかだから勝ち越していけるんですよしかも私の場合は勝てると踏んだところはロットを踏みますからねロットをね だから金額的にも上がっていくってことになります。で、まだね、お金のリスクが受け入れられない方は、この考え方だけを学んでいってくださいよ。お金にはならないけども、未来の資産を積めるっていうのは、この考え方が蓄積した後ろの方には、そこにロットを込めれば、金銭的にも勝ち越せるっていう現実が待ってるわけなんですよ。だからね、なかなかうまくタイミングが入れなくって、エントリーの回数をたくさん持てない場合、 エントリーの回数をたたたくさんん持つっていうのはままね矛盾しし言い方な,んじゃないかもしれませんエントリーを減らせって言っときながらエントリーを今度増やせって言ってるわけですからでも言えるのはチャンスと思ったエントリーはやっぱり取っていかないといけないんですよでもそんなところでエントリーしていいのってところで今まではポジポジをやっていたわけなんですよだから負けてきたわけでしょ勝つべきところってこうやって事後解説をすると分かりやすいじゃないですかでそれをまだ見えてないうちにフォーメーションを変えながらレンジの幅を変えながら私は取ってきたってことなんですよ じゃあ、1時間の方行きますよ。1時間で見てみますと、このように、飛び出したところは確かにありますよ。ここはロスカット、さすがの私も食らってますよ。でも、その他、ここは取れてるわけですよね。こういうところとか。ここも取れてるでしょ。で、真ん中ぐらいまで来たら一応ね、決済するわけですよ、私も。決済して、半値で続行するわけですよ。だから、利益は残るでしょ。で、反転して、また下の方に向かうと。ね、同じ理屈だと。 うん、でここに来たらやっぱり決済しますよね伸びてきたらで今度はここでロスカットを食らうんだけどもここでまたエントリーしてセルの流れを取るわけですよでそしてまた戻ってきたらここでエントリーし直して利益をまた取っていくわけでしょこういうふうにでここはみ出してここはロスを食らうんだけどもでもまた内側にギュンと戻ってきたらここでエントリーして今度は倍を取るわけでしょそししして昨日ももも解説しましたけどもここでも 結局セルで取るわけじゃないですか。そうなると、ここでセルして、ここでバイオするって何か間違えてますかって話になるじゃないですかね。だから今後もそういうふうにやっていきますよ。うん、でえ、ちょっと前の FX オリガルヒの解説では、この辺りで私解説してセルに入ったと言いましたけども、このご覧のようにもう含み益とか、あと半分いってるから、これ決済して半値で、えー、セルに入ったりとかしてるわけですよ。どうでしょうかね。 うん、この作戦とかね、この考え方がテクニカルですから、これをね、皆さんの頭にもインストールしていただきたいかなと思います。とにかくテクニカルなんですよ。どこまで行ってもテクニカルです。迷った時こそテクニカルでございます。今日も明日もテクニカルで行ってみましょう。それでは今日は、あまた後ほど放送しますんでね、よろしくお願いします。まあ、飽きることないですよ。こういうふうにテクニカルを試していけばね、見えてくるわけですから。なんか、数学オリンピックみたいなのがありますけども、あれもね、数学の問題をたくさん解いて、 それで楽しんでるわけですよ。もはや試験に通る通らないじゃなくて楽しくてやってるわけですよね。でも私たちは楽しいだけじゃダメです。楽しい以上にこだわらなければならないのが、金が増えてるかどうか、その前の段階としてテクニカルの考えが一つでも進んでるかどうかってことです。だから私はこうやって発信しております。皆さんのところに届けばいいなと思いながら発信を今日も続けてまいります。それは